ブエルター・エスパーニャ2015とは、スペインで行われている自転車によるレース、ブエルター・エスパーニャの70回目の大会である。2015年8月22日から9月13日まで行われた。同年7月のツールド・フランスにおいて、ビッグ4と呼ばれた選手のうち、アルベルト・コンタドールを除いたクリス・フルーム、ナイロ・キンタナ、ヴィンチェンツ・ニバリの3人、それに、総合3位となった。 アレハンドロ・バルベルデのほか、同年5月のジロで表彰台に上がったファビオ・アルト、ミケル、ランダなどの出場し、激しい総合優勝争いが期待される大会となったが、ニバリは第2ステージにおいて落ち者による遅れからメイン集団に戻ろうとした際にチームカーに捕まって引き上げられたことを理由に失格。フルームは第11ステージ序盤で落ち者した際に骨折し、 そのステージをなんとか完走したものの、翌ステージを出走せずリタイアした。その後は、タイムトライアルスペシャリストでありながら、山岳の途半にも力を示したトム・デュムランと、ある、キンタナ・バルベルデなど残った有力勢による総合優勝争いが繰り広げられたが、デュムランは、最後の山岳ステージとなった第20ステージで大きく後退し、 ファビオアルが初のグランツール制覇を果たした。ありがとうございます。